マラコフは、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ県のコミューン。パリ14区と接している。1883年11月、マラコフは、バンブから分離して誕生した。マラコフの名は、セバストーポリ近くにあった、監視塔、マラコフ塔にちなむ。クリミア戦争さなかの1855年、この塔を奪ったパトリス・ド・マクマオン将軍は、 セバストーポリを占領した。戦火はフランスは、愚かヨーロッパ中で祝われ、開発家のアレクサンドル・ショブロが、パリ南部に、マラコフ島を再現した。この島は、1870年の不仏戦争時に、壊された。敵が島を占拠した場合、パリが標的となることを恐れてのことであった。1898年、アンリル層の描いたマラコフ・マラコフは、 県内で歴史の浅いコミューンの一つである。18世紀まで、ここはわずか数軒の民家しかない、森が多く、小道が横断しているだけの土地だった。この人もまばらな土地は、プティバンブという名で呼ばれ、バンブの教区に入っていた。19世紀に入り、パリの豊かな成長に、マラコフの石が切り出されて供給され、急速に現在の街の姿へ変わっていった。 地元生まれの開発家、アレクサンドル・ショブロが一般労働者を対象として多くの休館地を売り出した。小さな住宅が立ち並ぶ市街の姿は1850年に完成された。この時、ルーベルイコール・カリフォルニーと呼ばれていた。 h t t p w w w v i l l m a l a k o f f f r w e b 1 6 0 1 h t m h i s t o r e d e m a r a k o ルサイトで選びる。ありがとうございます。